ポケットモンスターポケットモンスターダイヤモンドパールポケットモンスターダイヤモンドパールは2006年9月28日に株式会社ポケモンから発売された任天堂 d DS 用ロールプレイングゲームポケットモンスターダイヤモンドとポケットモンスターパールの総称であるこの項目ではポケットモンスターダイヤモンドとポケットモンスターパール及び2008年9月13日に 発売されたこれらの新バージョンであるポケットモンスタープラチナを扱う。ポケットモンスターダイヤモンドとポケットモンスターパールはポケットモンスターシリーズ完全新作の4作目。究極のポケットモンスターと銘打たれており、これまでのポケモンシリーズの集大成とでも言うべき内容だとされている。タイトルのダイヤモンドは究極のコード、パールは究極の深淵を意味している。 今作からハードが任天堂 d s になり、ゲームの画面構成が DS 独自のデュアルスクリーンに適したものに再設計された。パッケージのポケモンはダイヤモンドが時間を操る力を持つデュアルがパールが空間を司るとされるパルキア。この作品で言う時間と空間とは宇宙のことであり、作中でそれに関した伝承が語られている。ダイヤモンドとパールの主な違いは、 特定のポケモンの出現率、出現するポケモンの種類、ポケモン図鑑のテキストで、シナリオやキャラクターのセリフに違いはない。本作で新たに登場したポケモンは107種類であり、前作までに登場している386種類と、合わせた493種類が、ダイヤモンドパール、プラチナと、ポケットモンスターハートゴールド、ソウルシルバーの5作品それぞれにすべて収録されている。 ゲームクリアまでに、これらの新ポケモンの大半を含む150種類が登場する。本作の舞台新王地方に生息するポケモンを収録する新王図鑑に登録できる150種類すべてのポケモンはゲーム中のトレーナーたちが繰り出してくるポケモンと戦ったり NPC と会話したりすることで見つけられ、これらすべてを見つけるとゲームクリア後に DS のポケモンシリーズに登場する493種類、すべてのポケモンを記録できる、全国図鑑にアップグレードしてもらうことができる。493種類のうち、本作で手に入らないポケモンについては、ポケットモンスタープラチナ、ポケットモンスターハートゴールド、ソウルシルバーと通信交換するか、ゲームボーイアドバンスのポケモンシリーズ、ルビーサファイア、ファイアレッドリーフグリーン、 エメラルドから DS のダブルスロット機能を利用して連れてくる必要がある。DS 本体の無線通信機能を利用した Nintendo Wi-Fi コネクションによりオンラインで交換と対戦が行えたが2014年5月20日をもって同サービスは完全に終了しておりオンライン要素は一切プレイできなくなった。また2021年2月27日の ポケモンプレゼンツ2021.227にて2021年冬にポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールとしてニンテンドース o Switch にてリメイク版が発売されることが発表された。また同時に過去の新王地方を描いた作品としてポケモンレジェンズアルセウスも発表された。前作と共通しているシステムも多いため ポケットモンスタールビーサファイアゲームシステムも参照すること。ポケモンが4つまで覚えることができる技は前作までは攻撃によってダメージを与えるものであれば攻撃系の技、それ以外は補助系というように大まかにくくられており、攻撃系の技が物理攻撃と特殊攻撃のどちらであるかは技のタイプごとに一律で設定されていたが、今作から 技個別ごとに設定されるようになった。技の分類も整理され、すべての技は物理技と駆手技、変化技の三つのいずれかであることが明示されるようになった。物理技は、嘆きや切りつけによってダメージを与える技の分類で、叩くや、っかくのような単純なものと、自身や、吸血といった単純に相手を殴打するわけではないものが存在する。その性質ゆえに、 直接攻撃に分類される技のほとんどが物理技であることが多い。と、駆ュ技は蒸気の物理技以外に分類される攻撃系の技の分類で、主に念力や開くのはどうといった精神的な攻撃や放電やソーラービームといったエネルギーを浴びせて攻撃するものが存在する。これらには当てはまらない水を高圧で打ち出し攻撃するハイドロポンプや 突風を起こして攻撃する、風起こしといったものも存在するが、と、駆種技に分類されている。そのイメージ上に直接攻撃に分類されるものは、非常に少ない。変化技は、蒸気以外の技で、HP を回復する、状態異常を引き起こす、能力を一時的に変化させるといった補助的なものが、該当する。今回の仕様変更により、以下で例に挙げるような、 一部のポケモンの種類ごとの能力が覚えられる技とミスマッチになっているという状態がある程度は改善され、ポケモンの育成とバトルに大きな変化がもたらされた。例えば、特攻よりも攻撃の方がはるかに高いギャラドスがいるが、自身のタイプでもある水タイプの技は前作までは特殊攻撃に分類されていたために、自身のタイプと技のタイプが一致している。 水タイプの物理攻撃技というものがギャラドスにとっては存在せず高い攻撃を最大限に活かせない状態であった。しかし今作からは水タイプの物理技であるアクアテールや滝登りを覚えさせることで攻撃の高さを遺憾なく発揮させることができる。アプリをインストールすることで機能を拡張することができる腕時計型の装置。入手後は フィールド画面表示中の可画面に常に表示される。冒険の途中で手に入るポケッチアプリが追加されていくことで様々な機能が使えるようになる。プリインストールされているアプリは DS 本体の時間を表示するデジタル時計や電卓といったゲーム攻略には直接関係のないものだがゲームを進めることで見えないアイテムのありかを表示するダウジングマシーンや これまでに手に入れたポケモンの履歴を閲覧できるポケモンヒストリーのようなサポートや便利ツールの要素を含んだアプリが追加されていく。地下通路とは、信号地方の地下に張り巡らされた網目状のトンネルで、その領域は地方とほぼ同じという広大なもの。道具、探検セットを手に入れると遊べるようになり、これを使って地下に潜ると、化石や進化の石といった道具や、 玉と呼ばれる石や模様替えグッズ、トラップとの交換用アイテムを採掘する化石掘りをしたり、秘密基地を作ったりすることができる。秘密基地はルビーサファイアエメラルドの同盟の要素と似た内容で集めた模様買いグッズを配置できる。各基地には旗が存在しており、ワイヤレス通信時には同時に最大8人までが他のプレイヤーの基地からこの旗を奪い合う。 旗取りをすることができる。奪った数に応じて自分のフラッグのランクがブロンズシルバーゴールドプラチナの順に上がっていく。トラップは旗を持った他のプレイヤーを妨害するためのものでトラップにかかると遠くへ飛ばされたり一定時間の間ボタン操作が入れ替わってしまったりする。かかった場合は旗を手放すことでもトラップを解除できる。この地下通路で他のプレイヤーと遊ばないと 手に入らないポケモン、ミカルゲが存在する。ダイヤモンドパール、プラチナ、ハートゴールド、ソウルシルバー専用のオンラインサーバーを利用した、匿名のポケモン交換システム。自分の希望するポケモンとレベルの範囲を指定した上で、交換に出しても良いポケモン1匹を GTS に預けておくと、相手の希望する条件とこちらの希望する条件があった場合に、自動で交換される。 現在では、任天堂 Wi-Fi コネクションのサービス終了に伴い、GTS も利用不可能になっているが、仕組みが改良されつつ、同じ名称で、後のポケモンシリーズにも受け継がれている。ある日、新王地方の双葉タウンに住む、主人公は、上都地方の怒りの湖にいるという赤いギャラドスを特集した、テレビ番組に触発された幼馴染みのライバルに、誘われ、街の近くの、 シンジコに赤いギャラドスを探しに出かける。湖畔の草むらに置き忘れられたナナカマド博士のカバンに入っていたポケモンを偶然から手にした二人は、改めて正式にポケモンをもらい、頼まれたポケモン図鑑の完成のための旅に出る。ポケットモンスタープラチナは、ダイヤモンドパールの新バージョン。パッケージのポケモンは、半骨ポケモンのギラティナ。このギラティナは、新登場の姿で、 オリジンフォルムと呼ばれる。ダイヤモンドとパールとの違いと同じように、プラチナも特定のポケモンの出現率、出現するポケモンの種類、図鑑のテキストがそれらとは異なるが、さらに一部シナリオやシステムの追加、変更、一部ポケモンのグラフィックの変更、主人公の服装の一新、オープニングムービーの変更などが行われている。ポケモン大好きクラブでは、 プラチナ発売を記念して限定版の任天堂 d s ライトギラティナエディションと本ソフトをセットにした抽選販売が行われた。ダイヤモンドパールの初期出荷分でのみ発生するこの現象は特定の状況下で本来通り抜けられないはずの壁の中に入ってしまい、没データの類であるマップ、謎の場所に行けてしまう。 ここでレポートを行ってしまうと元の場所に戻れず、続行不能となる可能性があるため、公式では注意喚起を行った。壁の中でレポートを行ってしまった場合の救済措置として、任天堂 d s ステーションや任天堂ゾーン、Wii、みんなの任天堂チャンネルにて、DS ダウンロードプレイを用いた修復プログラムが配信され、これを実行するか。 任天堂サービスセンターにソフトを送付することで修復することができた。この措置はいずれも2018年2月に終了している。日本国内においてダイヤモンドパールは発売発週の4日間で販売本数が158万本と任天堂 DS で発売されたソフトとしては最速でミリオンセラーを達成しシリーズ最高の出足となった。また、 12月27日には発売元である株式会社ポケモンより出荷本数が500万本を突破したと発表される DS タイトルとしては初の500万本突破作品となる日本ゲーム大賞2007年度ベストセールス賞受賞ファミ通ゲーム白書2013保管データ編エンターブレイン2013年2016年3月14日閲覧 2011年テレビゲームソフト売上トップ1 0 2 0 1 3年1月12日閲覧2010年テレビゲームソフト売上トップ1 0 2 0 1 3年1月12日閲覧株主投資家向け情報販売データ使用ソフト販売実績 Wii 優先用ソフト Nintendo 2017年11月16日閲覧ポケットモンスターダイヤモンドパール ポケットモンスターオフィッシャルサイト株式会社ポケモン2015年6月20日閲覧ポケットモンスタープラジナポケットモンスターオフィッシャルサイト株式会社ポケモン2015年6月20日閲覧ポケモン石原つねかずが語る究極のポケットモンスターダイヤモンドパールの秘密に迫るファミツー .com 究極のポケットモンスター ついに任天堂 d s に登場。公式、ポケモンプレゼンツ2021.227。2010年、テレビゲームソフト売上トップ戦2011年5月3日、閲覧。2009年度第70期決算説明会資料、ポケットモンスターダイヤモンドパールをお知らせ。株式会社ポケモン。2017年7月22日閲覧。インプレスマイナスポケモン、DS。 ポケットモンスターダイヤモンドパール発売から3ヶ月で出荷本数500万本突破。ありがとうございます。